百科の第4話、イチャイチャ会と思いきや、見ていきたいと思います。前回がさ、急にいい話始まってびっくりしたんだよ。でね、まあやっぱこう、ああいうのを見ちゃうとやっぱどうしても頼むからこのことくっついてくれっては思うけどさ、でも、やっぱね、その、100人と真剣に向き合わないといけないからね、そういうのは無理なんだけどね。でもやっぱなあ、そう思っちゃうよなっていう話だったな。まあいい話すぎてびっくりしたね。でなんかどうやら原作にはなかったらしいね、あの小説の映像化っていうのは。だからあれはなんかアニオリらしいけど、あれめちゃくちゃ良かった、びっくりしちゃった、すげえいい話。まあでもそこも含めてだよね。こっからどうやっていくんだろうか楽しみなんで、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。3人か。現時点で3人だからな。どうすんだろうな。はい、それでは D アニメストアで再生して。3,2,1 スタート。バンダイナムコフィルムワークス、会話が意味不明だよな。まあそうよね。なんか自分で文字打ち込むとかじゃダメなのかな。まあでもやっぱどうしてもやっぱな、あの本があったからこそっていうのもあるんだろうな。だからやっぱあの本のその文言を使いたいというか、そういう感じなんかな。ごめん、俺はそういう風に解釈している。自分で文字打ち込んだらなんか多分またちょっと違うんだろうな。でもあと2人増えるんだろう、こっから。まあでも、もっと言うんだったら、あと、97人いるんだろう。どういう風にするんだろうな。さっきの手紙の内容って今まであったっけ？全然覚えてないんだけど、あったのかな？後で見直してみるわ。そう、ここの歌詞超好き。マジで超好き。本編開始。誰に言ってるんだ。前回の第3話を見てくれ。つま先？
全員顔赤いやん。そうよね、してないもんね。申し訳ない。ええ子やな。無視で今忘れにした。どんな名刺交換やねん。なんなの？なんなのこのカット。まあそうなるよね。まあそうなるよね。はあ。うれしそうやな。エッチだ。エッチだ。あれ？あれ？でかすぎだろ。
やばいだろ。どうやろアウトやろ。マジゲラゲラ笑ってほしいな。高らかに笑った。うん。おう。三人でやったらダメかい？かわいい。かわいい。ナチュラル小動物、越えられない壁。ちげえよ。ちげえんだよ。良くない。良くない流れだ。
特殊だよな、なんか同じ彼女だから。すげえ。わざとトイレ行ったんだな。かわいい。
あらやべえな。あらこの顔かわいいよ。なんでこいつこんな言えるんだろう。大渋滞だ。高らかに笑った。なんか、なんだろうな。レンタロウもさ、その、今、現時点では3人じゃん。だからこの3人に対してね、こうちゃんと本当に3人に平等に愛を伝えてるっていうのがすげえよ。で、これが100人に増えてもこういう感じなんでしょ？すげえな。どうやったらそんなことできんだよ。俺無理だよ。すげえ。レンタロー、いいやつだな。なんか嫌な感じがしなくなってきた。レンタロー、すげえに変わってきた。っていうことは多分、スクールデイズの伊藤誠くんもこういう感じなんだろうなと思ってるよ、俺は。違うかい？こういう話なんだろう。スクールデイズも。多分。落ちた。原作の方は今何巻で何人ぐらいなの。それが今ちょっと気になったわ。でもさ、100人とかなってきたらさ、
最初の方のさ、もう本当はかりとかからねとかさ、静香ちゃんとかさ、なかなかもう出てこないんじゃないの。100人を平等に出すって無理じゃね。なんかそのうち埋もれそうな人いそうだけど、どうなんだろうか。イチャイチャ会と思いきや、いや、イチャイチャ会じゃなかった。まあイチャイチャ会だったけど、ちゃんと本音でぶつかってたね。すげえな。ちゃんと本音を出して、三人のこういうところがあるんだっつうのを見て。いや、レンタロウはすげえわ。ほんと、レンタロウすげえになってきてる。はあ、いや別に俺は100人の彼女が欲しいとかは思わないけど、レンタロウみたいにちゃんと真剣に向き合えるようになりたいな。誰にどっか言われても今別にその相手すらいないんだけどさ。悲しくなってきた。終わろう。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらチェックもぜひ。ということで、100課の第4話、イチャイチャ会と思いきやでした。ありがとうございました。ならない。